はいどうも、今日も元気に桃鉄16やっていきましょう。チャンプルーです。 Hi everyone, let's play 桃鉄16 today. I'm チャンプルーということでやっていきましょう。さあシーズン10ですね。まあ桃鉄16が面白いからね、こういう風にシーズン化してやっているんですけど、じゃあ行きましょうかね。はい、ではコンピューター選んでいきましょう。今回もルーレットスタート。たくまか、2人目。無邪気、3人目。ガキ、はい、というわけで決まりましたね。タクマと無邪気とガキですね。厄介だな全員。あー、サクマが1番目か。はい、ということでね、まあやっていきましょうか。ということで、たくまいるの厄介なんだよな。さあどこだ。出雲、遠いですね。ということで11欲しいな。まず11。12はちょっとでかいんだよな。ここに行けないんですよね。ここ。まあ、デメはでかいのは嬉しいけど。まあ、これを買っておきたいところもあるんですけど。はい。ということでね。福袋。さあ、インチと。7。さあこいつは余裕のサイコロ進みでいきますね。8か。まああんまりですね。さあサイコロ圏内に入れたんで、さあ次で突きたいところ。剛速球普通にだるいな。剛速球さあ宝くじで、まあ渋みをちょっと押すよね。これがね、あれなんですね、なんかフルポケットガード戦法っていうやつですね。あのハンターハンターだっけな、なんか確かそこら辺にあった戦法ですね。弱いカードで、あの、攻撃系のカードを固めるっていう手段。まあ、一応、急行系もね、確保できたんで4出てくださいと。ゲイ。さあ、次、人吉出てくれたら、個人的には嬉しい。人吉か、宮崎。どっちかね。京都はまずいな。京都はまずい。12。あー、まあガキがちょっと遠いかなぐらいか。さあ急行。
さあ、佐久間ですからね、相手は。まあ出すよね。まあ、これは出すよね。多分大丈夫だよね。ジュンマスって大丈夫かな。ガキだった。大丈夫。人よしかしも、宮崎。違うんだよな。ちょっと違うんだよな。おー。これでさ、あの、高速戦だったらちょっとね、嫌だったかな。まあ、ここはカードでしょ。自己主義、でかい普通にでかいよ。うん。あ、てか、足踏み使えばよかったー。バカ、俺。今、バカでしたね、俺。あの、足踏み使って、いつも動詞しないでどうする？バキバキでしょ？キング。はい、知ってる。それはもうね、確定事項。あー、バカやった。てか、ちゃんと、あれだね。あの、収益率高いやつだけ残します。残しますか？あー、これはね、ほっとりするが、これはここですね。まあ、ついでにこっちも買っておきましょうか。まあ、中高水流で、まあ、キングも近いのに。あと剛速球持ってるから投げんのかな。投げない。失礼しましたね。中高周囲でどうする。おつけましたね。おはチーム、あー、これはね、もう3年決戦でやられたら終わりですよ。お払い持ってないと詰みですか。こういうことになるんですよね。デビル1匹で7200万ぐらい取られるから、そこを買ったところでって感じですけど、さあ、これは逃げますよ、さすがに。あー、これは初手銀次の最寄りの駅でカードが取られてしまった。次急行打って、あれにしようか、マキノに止まろうか。マキノ止まって、あれですね。あー、しょっぽいなー。それはしょぼしょぼのしょぼですよ。まあ、マイズル、独占はできませんね、これ。外も。これはキングがちょっとね、どうかしちまったのかなって感じですね。せっかくデビル系でね、カード埋めたのに。あ、ということでね、はい、フルポケットガード用に買った宝くじが当たりましたと。はい、ありがとうございます。あ、危ねえ危ねえ。バッチリです。国会か、まずいな、国会は。国会まずいな。あ、これは使うしかないか。富山。あ、マスの寿司、マス寿司屋買ってもな、あんま意味ないよな。だる。期待、あー、確か期待欲しかったんだけど。さあ、ガキ、あの、佐久間と紹介してくれんかな。頼む。
とか買うよね。あ、これは。危ない。まあ、いつ投げられてもいいよね。一応保険用にね、取っておきます。絶対次あれでしょ。次鍛えて飛ぶと思うから。飛ばない。あ、船で行く。あ、もしかして船でうまいこと言って感じ。いいよ、素晴らしい。取り返し。はい、ということでね、やったーん。まあ、そんなに出撃入らないと思うけど、どうだろう。あ、まあ、まあ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 、って感じ。とりあえず、9億、6億と買ってますんで、まあこんな感じでいいでしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching.